さて、それでは今日からいろいろ介護経済のモデル分析に入っていきます。4ページ目の小国介護経済の分析ということを開いています。いきなりですね、小国というタイトルになりましたが、皆さんは、まあ、中国が抱えちゃったとはいえ、世界の経済第3位の経済大国で暮らしているわけです。しかしですね、大国の分析を依頼するのはちょっと難しいので、小国の、分析から入ります。まあ、から入りますと言っておきながら、大国の分析はこの授業では扱えません。実は小国の分析をすると、まあ、ほぼですね、大国の経済の動きもそれで禁じできるので、まあ、小国だけやりましょうというのが、まあ、この教科書のスタンスです。で、教科書のですね、ブログに、大国の介護経済モデルを載ってますが、まあ、それはブログですので、試験範囲は含みませんということです。では、モデルの特徴をこれから、一つ一つここ見たりですね、見ていきながら、このモデルの前提条件を理解しましょう。まず、1番目、ここでは長期分析のため、拠点派の二分法に従い、貨幣市場は、省略して実物経済のみでモデルを作ったと書いてあるんですが、この小国介護経済モデル、皆さんがこれから学ぶ小国介護経済モデルはまだ長期モデルです。長期分析です。ですので、失業も何もない、価格が伸縮的に調整され、労働市場は需要と供給が等しくて完全雇用水準、資本ストック市場も完全雇用水準という、長期モデルですね、の介護経済版です。つまり貿易が入っているですので、長期モデルですから、固定派のモデルなので、相変わらず固定派の二分法が成立し、まあ、前回固定派の二分法詳しくやったよね、練習モデルと言いましたので、価格が伸縮的に調整されるという条件が必要だとか、貨幣を保有する動機は取引動機だけ、交換手段だけのために貨幣を保有するんだよとかね、いろいろ仮定をやりましたけど、そういう過程が成立する固定派のモデルですので、やはりですね、ここでは貨幣市場を分けていくんであって、実物経済だけの介護モデルを作ります。さて、じゃあ2番目の、項目いきます。ですね、小国は世界市場のごく一部に過ぎないと書いてありますが、今から皆さんがやる、小国モデルというのはどういう特徴があるかというと、金利のモデルの、金利のモデル化に、特徴があります。小国のモデルでですね、小国モデルの特徴、一番の特徴は、利子率。所与というのは外から与えられるということです。私立が調整できない、これが一番の特徴です。外から与えられるということは、例えば私立は 3% ね、外から与えられちゃいますので、自分の国で調節ができないという特徴があります。で、なぜ、利子率が調整できず、外から与えられることになるのかということを、これからこの2番目の項目から順に、ここからですね、ここから順に上げながらその理由を説明していきます。まず、小国、例えばですね、毎年パプアニューギニアと言ってるんですが、なぜパプアニューギニアかというと、なんか僕が高校の時にアメリカ留学した時に、どうも人はパプアニューギニアに行ったと勝手に噂が流れて、ここ帰ってきたらですね、パプアニューギニアどうだったみたいに英語の先生とか、数学の先生が勝手に一人でパプアニューギニアと勘違いして、僕はパプアニューギニアに行ったらと思ってですね、でそれ以来パプアニューギニアはここで小国の例に使うんですが、ただし私はパプアニューギニアに行ったこともなければどの辺にあるかも、オーストラリアとかの近くにあると思いますが、どこにあるかも正確に知らないし、果たしてパプアニューギニアが国なのか島なのか、それ、つまり単独の国なのか、それとも何かインドネシアみたいないっぱいあるんです、
いっぱいある多島国家でね、その中のただの島の名前なのかはちょっと知りませんけども、とにかく、パパニューギニアは今国として、小国として考えると、パパニューギニアは今お話ししたように、どこにあるかすら分からないじゃないですか。だから、パパニューギニアが金融政策をしようが、財政政策をしようが、みんな多分全く無関心無関係だよね。無関心無関係とか言ったら失礼かもしれないけれども、少なくとも非常に小さな国なので、パプアニューギニア単独では世界のいろんな市場に影響を与えることはできません。例えば日本がゼロ金利政策をやめますとか言ったらすごいニュースになって世界中の金融市場に影響を及ぼしますね。世界中の金融市場に影響を及ぼすということは資金の貸し借りに影響を与えるので金利利子率に影響を与えるはずです。ところが、他にも小国を挙げるとすれば例えばモナコとかね、F1 が好きな人はモナコを知ってると思いますが、モナコは、ここはね、僕行ったことあるから場所が分かるんですよ。自分の行ったことある場所がすごいなんか、昔ですね。昔っていうと、10年弱前なんですけども、これイタリアの靴ね、イタリアの、トリノにこの辺に住んでるんですが、フランスの国境まで車で60分ぐらいかなっていうところですかね。ここからこう降りてね、ここ地中海。ここにジェノバという港町があって、昔コロンブスが新大陸を発見のために出発したという形で、街全体が世界遺産なんですが、イタリアの街全体が世界遺産がそこら中にあるんだけれども、ジェノバという港町 で、母を訪ねて3000人とか知っている人は、マルコが多分、ここから旅立つのかな、それともここへ。マルコはアルゼンチンに旅立つのかも、そのアルゼンチンが来たのかちょっと忘れちゃったけれども、とにかくジェノバが確か東京から、アルゼンチンとジェノバが舞台だと思うんですが、ここからですね、こうフランスが あって、ここがポートダジュール、僕フランス語は6人喋れません、ポートはコースですね、多分ダはオブですね、10、青というんですから、青の海岸というふうに言って、地中海沿いのすごいいい景色なんですね。ここを車で降りて、車でこう降りてですね。で、この辺にニースがあるんです。世界有数のリゾート地。で、このニースの隣にカンヌがあるんですね。カンヌ映画祭というのがこの辺にあるんですけども、このね、ニースのね、ちょっと手前に、ここね、すごいゴツゴツの断崖絶壁の海岸線なんですけど、ところどころにビーチもあるんですよね、断崖絶壁で。で、ちょっと高めのところを車で。なって走るんだけど、その景色がすごいのさ、下に真っ青なさ地中海が広がってて、地中海って宇宙みたいな感じで全然波がないから静かで湖みたいな真っ青な海が広がってすごい乾燥してる地域で雨が降らなくてさんさんと太陽が照りつけるとね、おしゃれな音楽を聴いて車でこういうちょっと素敵なところなんですけど、それでもすごい断崖絶壁で景色が良くて、ところどころに昔のローマの遺跡とかがこうもんもんと出てくるんですけど、そう走ってるうちにですね、ここにいきなりこう、ここってこう、ちょっと出っ張ったところがあって、で、ここがこう、こんもり丘になってるんですね。で、ここ断崖絶壁だから、断崖絶壁なんだけど、この断崖絶壁降りていくと、いきなりですね、国境がありまして、トンネルになってるんですよ。トンネルがこう、断崖絶壁をこういうふうに降りていくんですね。このこんもりとこう丘の下にこうトンネルがあって、そのトンネルをくぐったこの先の 先端部分に行くにはトンネルをくぐらなくちゃいけなくて、で両脇がこう絶壁で、つまりトンネルをくぐらないとこの先端に行けないんですね。ここの部分にモナコがあるんです。で、ここにこう鉄格子の、ね、扉が、でっけえー、トンネルの扉がガラッと開いてて、で、国境警備隊がいて、トンネルをくぐったら、その先はガラッと開いてモナコを。いや、ガーッと開いてたからどうだと、いきなりモナコ広告のお城の地下の駐車場に出たのがちょっと忘れちゃった出るんですね。で、こんなちっちゃい国ならね、ここ自転車で多分一周できるぐらいの国で、多分世界最初なのかなとか、違う、ルクセンブルクかもちっちゃい、最初バチカン市のバチカンはちっちゃいよね。バチカンは歩けますからね。バチカンも行きましたけれども、さすがにモナコは歩けませんね。自転車で一周できる。そうか、バチカン市国が、ただバチカン市国は国境といえるものもないからね、普通に歩いてるけど、教会にないような、教会の敷地みたいな、ね、
ちなみにこの大学にはバチカン市国 の地下に潜って発掘作業をしている先生が知ってる？知らない。国際文化の山田先生先生は、イタリア語が学べるの で大学院の研究がバチカンの中の研究所から行って、で昔のキリスト教考古学っていうのが専門で、キリスト教って地下にさ、カタコンベっていうお墓を作る習慣があるんですね。まあ、僕もこれカタコンベなんでイタリアにトリノに行って初めて、トリノにはなかったけども、イタリアに初めて知ったんですけども、地下にこう何層もの、当時どうやって作ったかしないけど、6階ぐらい、6層ぐらいですね、穴を、そこに全部お墓が、お墓マンション、お墓高層マンションが地下で作られてるね。それがバチカンの地下になるんですよ。僕はシチリア島の有名なカタコンベに行ったんだけど、バチカンの地下なんていっぱい一般公開されてないので、昔の人が埋葬されてるから、その装飾品とか、まあ、いろいろいろんなものが発掘されるんで、山田先生はバチカンの地下に唯一潜れる日本人じゃないかな、その相当な教科書がないと潜れないところに長年ずっと研究していて、で今専門家の研究をイタリアに発掘してるみたいですけど、面白いですよ、山田先生もぜひ見てみてください。でさ、いや今バチカンの話はローマだからこっちの方になるんですが、モナコの話なんだけども、そうだ、全然経済学と今話が関係なくて、単に旅行体験の話でしたけれども、まあ、でもね、すごいいいとこなんで、皆さんの卒業旅行とかね、お友達と、まあ、フランスに直接入って、で、どっかニースとか行って、で、ここでレンタカー借りて、このコートダジュール一帯をですね、ドライブすると、僕の興奮を理解してもらえると思います。とにかくいい景色です。で、ニースぐらいに来ると、もう絶壁はほとんどなくて、本当ビーチになります。でまあ、カンヌとニースの間に、ね、アンティーヌっていうまた素敵な街があって、そこには有名なピカソ美術館があるんですって、結構世界的に有名なピカソ美術館があって、僕が行った時はなぜか工事中で閉鎖されててですね、見れなかったんですけど、あとニースには、ね、シャガールの美術館があって、フランスの美術館は何がすごいって写真を撮っているんですよ。だからシャガールの巨大な、ね、ブルーのシャガールの絵の配置図でやった写真がありますけれども、フラッシュ使われているフランスは写真撮ることなかなかいいですよ。卒業旅行ぜひ見させてください。で、何の話をしたのか。そうだ、モナコとかさ、あとさっき言ったルクセンブルクとかは、ルクセンブルクは金融の街ですが、そうやって有名で、まあ、モナコも結構裕福な街で、裕福な国家だよね。で、それでもさ、ちっちゃいから、僕ら全然モナコのニュースなんて聞かない。モナコが金融緩和政策をしたとかさ、ルクセンブルクがどうも金融引き締めをしたとかさ、財政政策をしたとか、まあ、ちっちゃい国だから他の国には全然影響を与えないじゃないですか。ということは、世界の金融市場に影響を、世界の金融市場への影響は無視できるほど小さいと、ここに書いてありますけれども、ここですね、無視できるほど小さいと言えますね。なんでさっきから 金利とか利子率の話をしているかというと、前閉鎖経済で皆さんが、求めた一般金融条件は効果、もしくはこうで、利子率が非常に重要な役割を果たしたね。利子率だけが調整可能な変数でしたね。その利子率が動かなければ、要するに他の国の経済も何も影響を受けないんですよ。で、小国というのは小さな国ですから、モナコやルクセンブルクやパプアニューギニアがどう頑張ってるんですね。他の国の金利に与える影響なんて無視できるほど小さいわけです。実際我々聞いたこともないし、世界の金融市場がそれに反応することもないんですね。そういう意味ではそこに、閉鎖経済のモデルとは対照的だという意味で、こういう略矢印が書いてありますが、これは必要十分という意味ではなくて対照的というね、これまでやってきた閉鎖経済のモデルとは非常に対照的、小国の今モデルを作ろうとしているんですが、小国というのは世界の金融市場に影響を与えないということがまず仮定です。そして次の項目ですね。資本の完全移動性と小国の仮定のもとでは、小国の利子率というのは外から与えられる。小国の利子率を R とすると、でR スターというのはこれを世界利子率とします。世界で決まってくる金利、世界で決まってくる利子率、まあ利子率と金利同じ意味で使ってますけど、
世界の利率と、これが小国の利子率ですね。小国の利子率は必ず世界の利子率と等しくなるというふうに、等しく決まるということが結論付けられています。世界の利子率は今言ったように、小国とはパプアニューギニアやモナコやルクセンブルクとか関係のないところで決まりますね。日本とかアメリカとかドイツとか、EU とか、ドイツは EU か、EU とか、シンガポールとか、いろんな有力な金融市場でいろいろ資金が貸し借りされて、世界で決まってくる利子率というのは、小国とは関係のないところで決まっていきますから、彼らにとってはこれは外から与えられた定数ですね。そういう意味で、小国モデルでは、小国は外から世界利子率を与えられたものに、世界利子率を与えられたものとして、受け入れなくちゃいけないので、まあ、自分たちでは何ら調整ができないという特徴を持ちます。では、まず、なぜこの結論が言えるのかから、説明したいと思います。ここです。なぜ資本が完全移動可能で小国家庭のもとだと小国の利子率は世界利子率と等しくならなくちゃいけないのかということを説明したいと思います。ちなみに前にちょうど僕がイタリアに行っている間に先生が卒業旅行でこの辺に来たので、彼女たちはなんかナポリにも行って、ここにナポリの先にカプリ島ってあるんですよ。カプリ島に青の洞窟っていうのがね、ちょっとちっちゃな、ね、波があって洞窟があって、ここにみんなで船にこうちっちゃな船に寝転がって、頭で寝転がってしますから寝転がって、波が下がった時にガーッと入るとなんか真っ青な光の声で真っ青な洞窟があって、その青の洞窟を見に隔離来て、それからなんかフランスに行ってたんだよ。ちなみにあの古代遊人のアマルフィという映画がありますが、アマルフィはナポリから車でこうぐるっと回って、アマルフィはあまり価値ないと思うので、まあ、日本では有名なんかね、行く人もいるかもしれません。行き帰りだけですごい時間があって、行ってみたらまあ写真、インスタ映えする写真をちょっと撮って終わりみたいなところですけれども、ね、まあ一応撮ってもらいましょう。で、なぜ、小国の利子率は世界利子率に等しくなるかですが、それを理解するためにはまず最低取引というのを理解しないといけません。違う、違いましたけど、
あ、これ水揚げで100円、150円って書いてますね。100円と150円仕入れて、こっちで、売りますね。そうすると1本につき50円の文字がありますね。例えば元手が、1000万円かなんか皆さん持っていて、1000万円でこっちで大量にコーラを全部買って、それで、こっちで150円で売れば1000万とかで言うとちょっとまた分かりづらいから100万円にしようか。100万円で100だと1万本買いますね、1万本をこっちで売れば1本につき50円だから 50×1 万で、50万ですか。50万円、100万円持っていれば50万円の儲けが確実に得られますね。すごいじゃないですか。100万と50万ですよ。すごいね。何言ったか忘れちゃった。何か言ったか。あ、思い出した。今、元手が一緒に焦った。あれ、首藤先生どこ行ったみたいな。俺も焦った。昨日ラジエーションハウスに出てました。主役の、翼ちゃんのお父さんが鬱になって、こう、もうなんか朦朧として、よくね、記憶も定かでないみたいな感じの役を演じてたから、あれ、俺もついに鬱にみたいに思いましたけども、違いました。思い出しました。ただ同化ですね。はい。で、何が言いたかというと、元手が1万円、100万円あると言いましたけれども、最低取引というのは、まあ、本来はですね、本来は、元手なしで、かつリスクもなしで、リスクフリーで、それで利益を稼げるというのが一般には最低取引なんですけれども、例えば今100万円あると言いましたけど、100万円なくてもいいわけです。100万円なくても、銀行から100万円を借りて、こっちで福岡でコーラ仕入れて、売って50円稼いで、そうすると、売上が150万円になりますね。150円は1万本ありますから、150万円になって、で、帰ってきて、銀行に、なんですか、借りた100万円に、まあ、利息 1% つけて101万円で返せば、49万円も返しますよ。みたいに、元手がなくてももちろん借りれば、確実に利益出すんですね。こういうのが最低取引です。さて、こういうことがあると何が起こるかというと、みんなが一斉に福岡でコーラを買います。コーラが、福岡に品薄になります。そうすると、超過需要になり、コーラの値段がこっち側がアップしていきますね。で、まあ、東京の方でコーラの値段が、まあ、みんなが一斉に東京で売りますから、コーラの値段が下がると考えてもいいけど、まあ、この場合でも東京の方が市場が大きいですから、東京の方はそんなにね、むしろコーラ、福岡のコーラがバーッと値上がりするでしょうね。で、結局150円に落ちてくる。つまり、最低取引というのは、みんなが最低取引をすることによって一物一価が成立するわけですね。一物一価の法則が成り立たないと最低取引が起こり、最低取引をみんながすると、どっちかが品薄になって価格が上がっていると、まあ、こっちでは超過供給になって価格が下がるでしょうから、ちょうど価格が均衡化して一物一価になるということですね。一物一価が成立していなければ、すなわち必ず最低取引が、可能ということになります。だからといってよ、この間僕が登った山の上の、コーラが確かに、山の上で180円とかさ、200円で売られてるかもしれないけど、じゃあみんな、地上で買って山の上で売ろうって気にはならないよね。それは運送コストとか諸々の手間賃が含まれての180円、200円ですので、それはそれでちゃんと適正な価格ですね。よろしいですか。ここに来ましたね。ではまた話を元に戻しまして、ここの青で囲った、資本の完全移動性と小国の過程のもとでは、小国の利子率 R は世界で決まる、世界の金融市場で決まっていく世界利子率 R スタートと必ず等しくなるという話をしたいと思います。バチカン市国というのね、皆さんぜひ見てほしいのがバチカン美術館。これはすごい。イタリアにはフィレンツェとかに
ウフッチ美術館っていうすごい有名な、まあ、貝殻からヴィーナスが出てきて、裸のヴィーナスが出てくるヴィーナス誕生とか、また裸の女の人がこんなに5人か4人くらいが踊ってる、プリマベーラ春なんだ、プリマベーラの春って言うんですが、なんか そんなやつが有名な絵画がいっぱいある、あのフィッチ美術館っていうのがあるんだけど、そこの日じゃない、そこでも絵が点々点々なんだけど、バチカンはね、さすがに歴代、バチカン法王が集めてきた財宝だったって、もうね、世界第1級ぐらいの彫刻とか絵がね、所狭しとグワーッと廊下から部屋から全部ビシーンと並んでて、どれがすごいか全然わからない、素人が全部すごい一流ですなとか、まあまあすごくて、おおすごい、これ教科書で見たよみたいなのが、ゴーンってどっかで見るといいとかいっぱいあるけど、もうなんか、あのバチカン美術館がね、全部すごすぎてね、もう、麻痺してきちゃうね。で、すげえな、これなんだろうな、俺には全然わかんねえぜみたいな感じで進んでいくと、最後、システィーナ大聖堂っていうね、あの大聖堂に行くと、なんかこうガーンガーンガーンと教科書に出てくる有名な絵が天井に描かれてて、その最後がミケランジェロじゃなくてレオナルド・ダ・ヴィンチの最後のシーン の絵の部屋、ね、で僕はその辺はあんまりすごいと思わなかったけど、その前のアテネの学童、アテネのなんとかっていう、ギリシャ神殿風のところから男の人が2人ぐらいマントを着て話しながら出てくる、この辺にこうアルキメデスか誰かとなんか石場のところでやってる映画さ、よく数学の教科書のこう裏表紙とか表表紙の裏側に見たことないのか、素敵な映画あれがねあるんですよ、それがすごかったね、感動しました。であのレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロどっちか忘れちゃってる、レオナルド・ダ・ヴィンチで最後の審判で、多分ね最後の審判では絵を守るために、まあ、結構暗がりの中の部屋なんで、まあ、結構暗くて、あんまりよく見えないね、僕みたいに目が悪いとさ。で、フラッシュ焚いちゃいけないって言ってるのに、みんながもうすごい大混雑して、みんなフラッシュ焚き放題焚いててさ、係の人がやめてください、やめてくださいっていうパニック状態だね。全然よくないんだけど、その前の部屋は素晴らしいですね。ぜひ皆さん、バチカン美術館です。ただし、バチカン美術館は、ハイロでの行列があるんだけど、そこに、いっぱいですね、ジプシーの人たちが質疑で集まってきますので、皆さん、全部服をかけておかないと、すごいです。日本のスリみたいにこう、スッと取るんじゃなくて、みんなこう集まってきて、私スリですよっていうのを完全に分かる人たちが集まってきて、ポケットに普通に手を入れてきてですね、おいおいおいって、こうってやって、今度こっちの手入れられて、おーおーおーって、こうやってジップとか開こうとするから、完全に全部こうロックしておかないと、開けられるんですね、無理やり開けられると思ってからです。スリというよりも、強盗ですね。追いはぎです。追いはぎって言ったらいいですね。追いはぎがいっぱいいますので、これ地球の歩き方でも書いてありますけども、必ずカラクナとかね、100円ショップに売ってますから、ね、全部、わかるわけで、止めてるわけです。で、僕は、周りの人たちはみんな海外からしたら、みんな、ああ、やめてみたいな、ノー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 とか言ってるね。僕は、あ、どうぞみたいな感じで全部止めてあったからね、一緒に開かない、開かないってやってる。みんなこう子供とか連れたお母さんとかね、普通のその、人たちがバーッと集まってきて、上張りします、気をつけましょう。さあ、今日はくだらない話でまだ全然前に進んでませんね。まあ、あんまり進みすぎると試験範囲が広がるということで、話を元に戻すと、今度は金利の話ですね。金利の話ですが、今仮にですね、小国の金利があるので、世界の市場ね、世界市場で、世界の金融市場では、アルスターで、こうだったらどうなのか、当然、今やインターネットで瞬時に取引できる時代ですから、すぐさまですね、この証拠部、モナコとかルクセンブルクの安い資金で、ダーッとお金を借りて高い金利で世界市場で資金を貸して利ざやを取ろうとしますね、この差額だけ、つまり最低取引ができるわけです。安いところで資金を仕入れて、その資金を世界市場で貸し出す。そうするとこの差額だけ、利ざやを稼ぎますね。こっちで借り入れをして
だからお金がダーッとこっちからこっちに動く、こっちで、貸し出し、こういう最低取引を。そうすると先ほどやったようにこっち側では資金がなくなって、借りたい借りたいって人がいっぱい出てきますから、この金利が上昇していきます。まあ、すごい資金が多ければこっちが超過供給になって金利が下がるでしょうけれども、パプアニューギニアやモナコの、資金と世界市場で取引されている資金の量と比べれば、こっちはビビったものです、こっちはビビったものですから、こっちはほとんど落ちませんね。だからこっちだけ金利が上昇していって、最終的には R イコール R スターに調整される、一物一回になる。こういう仕組みで小国の利子率と世界の利子率が等しく、まあ、皆さん値側を書く必要はありませんけれども、一応6までだというと、この値が書くんですが、例えば、今度は小国の方の金利が世界利子率より低ければ、当然、安い世界市場で、資金を仕入れてきて、金利の高い小国の方で資産運用して、利益を稼ごうとしますね。そうすると、あっという間に小国にバーンとお金が流れてきますから、いわゆるそんなお金してもうち、もう運用する投資先何もありませんということで、いらない、いらないって言って、金利が下がって、この不動向がまた修正されますね。こんな風にして、最低取引が主軸になって、R イコール R スターが成立するというのがこうなりました。ただしですよ、今の話は、小国が北朝鮮だったらうまくいきませんね。だって北朝鮮がいくら金利低くしたって誰も北朝鮮から資金借りれないもんね。つまり北朝鮮と他の国は資本移動が許されてませんね。要するに資金の移動が許されてませんね。国連の制裁もあるしありますし、日本政府も許しませんですからね。ですから、ここの資本の完全移動性という条件が必要なんですね。資本が移動可能であるならば最低利率が成立して、あるいはアルスターになりますということです。ちなみに、現実の金融市場では常にですね、最低取引が行われています。もう今の時代はコンピューターで自動的にされていると思いますが、僕が、君たちぐらいの時には証券会社には必ず最低取引をする部門があって、その人たちは頭を使う必要がないよね。ちょっとでも時間差で、一銭でも高い市場があればそこから買ってこっちで売るという機械的な作業をちま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 キーボードだかマウス使ってやって、もう本当小さな利益を積み重ねていく部署があって、そういう人たちがいるから、例えばフランクフルト市場に上場されている日本の円と、アメリカのニューヨーク市場で取引されている日本の円が外国為替市場で1ドル何円というのが大体同じ金額になったりするわけですね。常にそういう最低取引が行われています。なぜ無リスクで元手なしで確実に利益が得られますから、ちっちゃくてもコンピューターで今自動的にバーってやればですね、それだけでも何のコストもなしに利益が稼げるわけですから、日々ですね最低取引が行われます。昔そういう価格差を利用してある程度最低取引もちょっと組み込んだ、国債かなんかの取引をしていたリーダーがイギリス人がいて、東南アジアのですね、なんかちっちゃな市場と、シンガポールかどっかの市場かわかんないけど、どっかの市場の、価格差に注目して最低取引を織り交ぜたなんか取引をしてたら、それも完全な最低取引がなくて、ある程度大体この市場とこの市場ってこういう価格差で動くよねみたいな感じの価格差を使って最低取引してて、それが何かの拍子にそう動かなくなっちゃって、自分の予想通りいかなくなって大損こいた人がいたんですよ。でそこで手締まりすればよかったのに、いや絶対自分の今まで通りのようになるはずだと思っていっぱいお金をまたつぎ込んで、銀行に大損をさせてですね、イギリスの王室御用だ
御用達の、超有名な、老舗銀行を倒産させてしまった男がいます。リーダーがいます。たった一人のそいつのせいで。で、それは映画にもなっているので、多分検索してイギリスなんか王室あの銀行とか倒産映画とかってやると多分出てくると思います。ちょっと僕今タイトル忘れちゃいましたけど、でその人は散々逃げ回って最後シンガポール空港からあの空港で、国際指名手配されているところを捕まったというね、有名な事件が、あの僕がちょうど就職して間もないくらいの頃だったかな、あ、ありました。それと大学院に行かれたのかな、有名な話ですね。それぐらいあの再生取引というのは、まあ、結構、ね、行われるんですよね。覚えておきましょう。さて、そして今アーレンコールアルスターになるということが分かりましたが、世界で史実は小国が決められるものではありませんね。いくらパパユニーカが頑張ったって、世界のニューヨークや、日本の東京市場、フランクフルト市場とか、ああいうところで取引されている、ロンドン市場とかで取引されている、資金の金利というのは小国には影響を及ぼすことができない。従いまして、世界で史実アルスターは小国にとっては外から与えられたものとして、まあ、受け取るしかないわけですね。所有。じゃあ小国の利子率は外で決まる世界利子率と等しくなるということが分かる。じゃあこの世界利子率はどうやって決まるのよということになりますね。じゃあ世界利子率がどうやって決まるのか考えてみましょう。ここで朝ドラのなっちゃんも驚く私の漫画が出てくるんですね。ちなみに今週はラッチャーがついにアニメーターですが、地球があって北極圏があって北米大陸があって南米大陸があってユーラシア大陸があって日本があってオーストラリアがあってね、地球です。そうするとここにちょっとなんか花が開いして、こうするとですね、立派な地球が出来上がる。これは私のオリジナルのキャラクターだと皆さん無駄にしてる、無駄なやつは禁止ですよ。はい、今地球全体を考えると、どう見ても地球前にしか見えませんけれども地球ですね。地球全体を考えますと、一つの閉じた閉鎖経済ですね。地球の外にこんなあのエイリアンがいてさ、我々はみたいな子供の頃から流行りましたけど、私たちもね今やる人はないみたいですけれども、この地球外生物と貿易することはありません。だから地球全体で見れば、世界は一つの閉じた閉鎖経済ですね。ですからここ閉鎖経済になります。世界全体では地球は一つの閉鎖経済。そうすると皆さん閉鎖経済の経済分析は終わっているわけですから、閉鎖経済の均衡条件書きますね。閉鎖経済の均衡条件は S バーイコール IR。 ただし今地球全体を閉じた一つの閉鎖経済と考えてますから、この S 貯蓄は一国全体の貯蓄ではなくて世界全体ワールドの、セービングになるわけですね。そして、投資も、まあ、投資関数であれば世界全体の投資関数、利子率が与えられたとき世界全体の投資量がどう決まるかという投資関数だから、一国全体で前まで話をしてましたけど、今度は世界全体で集計した、均衡状況がこうなります。世界全体の閉鎖経済ということで、そこはこういうことですね。したがって全省までの分析がそのまま適用できて、世界全体の投資額 IW と世界全体の貯蓄整備率ワールドの整備ですねが等しいところで、世界の均衡利子率 R スターが決まるはずですね。世界の市場の世界全体の資金供給と世界全体の資金需要を等しくするように、世界利子率アルスターが決まるでしょう。
ラフに入る。皆さんの次のページですね。前は翌週に I と S を取りましたが、翌週に世界全体の投資 IW と世界全体の投資 SW を取って、SW は SW バーで一定投資関数が IW イコール IW が世界全体の均衡利子率 R スターはここで決まるんですね。これが世界利子です。ちゃんと地球盤を横に書いてるね。そしたら絶対忘れない。
それ個人支出者の立ち並みで言ってるんですけども、皆さんちゃんとハンカチを持ちましょう。それがあのボーナスで一つ5点です。で、あのもう一つ映画はどうしようかな。いつもはバブル映画を見ると、その固定派 の完全雇用水準の時の雰囲気が分かるということでバブル映画を毎年出してるんですが、見ますか皆さん。1週間で点数欲しい人ね。じゃあバブル映画にしようか今年もね、バブル映画というなんか少林サッカー並みの B 級映画があります。少林サッカーでも誰かないって分かるんですが、少林サッカーすごいですね。目から炎がボーッてキックするとなんかボーッて炎が出てバーンみんな吹き込んだりね、これでやってたんですよ、ブレスで久しぶりに。だからうちの息子が見て、なんだこれ稲妻イレブンと同じやんすよ、ね、そうだよ、これ稲妻イレブンめっちゃくだらないと思ったけど、でもこの少林サッカー面白いぜなんですよね。稲妻イレブンがやっぱりもっとマニアだと思うんですが、バブル英語ちょっとそれに行ったところがあって、洗濯機でぐわーかき回されてタイムマシンになって昔の日本に戻るっていう、ラッチャされるっていうようなチープな設定なんですけども、でも出てる人は超あのすごいキャストで、薬師丸ひろ子、広末涼子、安倍寛って書いてある広し、安倍広し、有名な超大御所の俳優なんつったら松下妻がりじゃなくて津川雅彦なんとか、もう本当一流の俳優陣でやってる B 級映画ですけれどもめちゃ面白くて、さらにあの要するにいつも言ってる完全雇用水準 Y イコール Y バーン、全ての人が働いていて人手不足でっていうあのバブルの時代をよく描写してるんで、前あの就職試験の時の話したよね。どっか連れてかれちゃって、温泉連れてかれちゃって、飲めなくやると、お小遣いもらって帰ってきたって、バブルの時代の就職活動。知らない話してないね。バブルの時代の就職活動、うちの兄がね、僕より2つ上なんで、僕はちょうどバブル崩壊の時の就職活動ですけど、まあ、僕は大学に住んだので、何の影響もありませんでしたが、兄の時はちょうどバブル真っ盛りで、就職試験とか会社説明会行くでしょ。会社説明会行ったらね、さあ皆さん、じゃあバスに乗って、伊勢行きましょうって。伊勢行って、接待されて飲み屋食え、旅館で接待されて一晩遊んで、でまた東京に戻ってきて、はい皆さん一日拘束したお立ちに出て1万円もらってバスから乗り換えなんてことがない。ライバル企業の就職試験の日に合わせて要するに優秀な学生をその妨害してるわけです。もうそんなね、時代で、まあ、お金も運びも良かったし、みんなお車で足代で就職試験に行くと必ず飛行機代とかも出たりしたりしたんですけれども、バブル英語の中でもね、あの劇団一人が5回のバラマクシーなんですけど、まあ本当そんな感じの、すごい時代でした。ぜひね、みんな実感してみてください。多分お父さんお母さんと一緒に見たら話が合うんじゃないかな。多分君たちのお父さんお母さん僕と同じぐらいの場所で、一緒に見てみてください。さて、それでは何の話をしてたんだっけ。試験の話をしてたのか。試験はだからボーナス点が2つありますから、110点満点だよね。10点満点ですよ。1点に圧縮しないで、10点はそのままプラスで皆さんの最終成績を。ハンカチを持ってきたらいい。落ち込まれてさらたりしません。特段の問題の中に、紳士の立ち並みは何かという問題がありますので、それを答えればいいです。時々授業に全く出ないやつがさ、試験だけ受けに来て答えられないやつがいるんだよ。ということでね、ちなみに男性紹介気をつけてね、そこで僕、チョーク、手を洗いに行くときにね、周りでピャッピャッとしないようにね、ちゃんと自分のハンカチを拭いてくださいよ。時々あのこう自分の髪の毛をハンカチ代わりにするばかりなんですけれども、あれもね、気持ち悪いのでね。さて、では、どこまで行くのかな、グラフ書きましたね。では、これで一応、閉鎖経済じゃなく、開放経済の小国連の基本を皆さんはマスターしたことになります。つまり、小国のモデルでは、世界利子率は最低取引によって世界利子率と小国の利子率が等しくなるように、決まってきて、さらに世界利子率は小国の手の届かないところで決まってくるので、小国にとっては所有だ、利子率は定数になるんです。定数調整できますね。ここがあの閉鎖経済と大きな違いになります。閉鎖経済では利子率が調整されて需要と供給が等しいところで利子率が決まりました。そうじゃない。で、世界利子率はどう決まるかというと、世
界史実は、世界マンの中では一つの都市が閉鎖経済なので、これまでの閉鎖経済に水溝ラインの式が使われて、世界全体の投資量と世界全体の貯蓄量が等しくなるという基準があるというところで基本が隠す。じゃあこれを具体的に、モデルに落とし込もうということで、セクションの2へ進みます。